社交的って何だろう。積極的に人と関わること、人付き合いがうまいこと。辞書で引いたらこんな言葉が出てくる。それじゃあ人付き合いって何だろう。それがうまいってどういうことだろう。友達が多いことだろうか、誰とでも仲良くなれることだろうか。どちらにせよ、少なくとも僕が社交的でないことだけははっきりとわかる。社交的というのは彼のようなもののことを言うのだろう。おばあさん、この席どうぞ。電車で目の前の席に座っていた彼が立ち上がる。彼に声をかけられたおばあさんは嬉しそうにお礼を言う。椅子に座ったままの僕は参考書を広げて顔を隠した。社交的な人というのは総じて目立つ人だと思う。いつでもみんなの中心にいて、みんなに頼られて目立つ人。学級委員で先生にもクラスメイトにも好かれている彼はまさに社交的な人なんだろう。おはよう。今朝同じ電車に乗ってたよね。ほら、暗くて友達もいない僕にも話しかけてくる。だから僕は彼のことが嫌いなんだ。なんでわざわざ人に関わろうとする。僕が本を読んでいるのが見えないのか。普段から話すわけでもない。部活も委員会も違う。同じクラスだけど接点はない。そんな相手とわざわざ関わって何の意味がある。でもそんなことを言うとみんな陰でこう言うんだ。付き合い悪いよね。うるさい、うるさい、うるさい、うるさい。僕は一人でいたいんだ。ろくに接点もない奴となんか関わりたくなんてないんだよ。お前たちと僕は住む世界が違う。足元を見ればはっきりわかる。光と影の境界線が。僕はこっちの影の中にいる方が性に合ってるんだ。お前たちの勝手な都合でそっちに引っ張り出さないでくれ。お前たちが落とした影を踏みつけて目をそらす。お前たちみたいになんてなれないよ。そう言って彼を突き放す。驚いたような彼の顔になんだか無性に腹が立った。僕は一人でいい。誰かと関わるなんて煩わしいだけだ。お前たちとなんか話したくない。関わりたくない。だから突き放したんだ。突き放すたびに彼との距離が開いていくのがわかる。これでいい、これでいいはずなんだ。それなのに抱えた膝が濡れていくのはどうして。僕は彼が嫌いなんだ。ろくに接点もないのに慣れ慣れしく話しかけてくる。彼らの影に隠れていたいのに光の方に引っ張り出してくる。やめてくれ、やめてくれよ。心臓のあたりに感じる違和感が寂しさだなんて認めたくなかった。おはよう。今日は来るの早いね。今日もまた彼は僕に話しかけてくる。昨日のことなんて覚えてないみたいに。どうしてそんな風に笑っていられるんだろう。わからなかった。こうして話しかけてくる彼も、彼と一緒に教室で笑っているクラスメイトも。ああ、そうか。急にストンと腑に落ちた。わからなくて当然だったんだ。心臓のあたりに昨日とは違う違和感を感じる。そうか、僕には彼らの感情がわからないんだ。気づいた途端に笑えてきた。
そうか。僕は彼らが持っているような感情がない。何かが足りない不完全な存在。それが僕だ。だから彼らのようになんてなれない。彼のことが嫌いだったわけでもない。理解できないから怖かっただけなんだ。きっと僕はこれからも影に隠れて、影を踏みつけて生きていく。そして彼はこれからも光を浴びて生きて、僕に声をかけるんだろう。僕がそれを理解できることはないけれど、もうそれでいいんだろう。だって僕は彼のことが嫌いではないんだから。この先も彼らの影に隠れて、そしていつかは僕がこのまま消えちゃえばそれでいいな。何か言った？なんでもない。そう？あ、昨日の課題できた？